皆さんこんにちは今回は自由民権運動の後を受けて実際に政党が作られ憲法が作られというその過程を見ていくことになります今回のラインナップですまずは政党の結成ですね自由党や立憲改進党立憲定正党というものをこんな板垣大輔大久保茂雲たちが中心となって作りますね主義憲法という憲法も作られていきますさらに実際政府側で憲法の準備をしていきますが伊藤博文を中心にグナイスとシュタインそして まあ家族例なんていう具体的な法令なんかも作られていくこの辺りを見ていくことにしましょうはい、それではまずは政党ですね、えー、前回政党を作る国会を作るというふうな形になっていったその具体例として見ていきましょうまずは一番最初に自由党それから立憲改進党 もこれらが政府をどちらかというと批判するね、政府に文句を言う政党と思ってくれればいいと思います。できていきます。板垣退助です。自由民権運動の人たちを中心にね、板垣退助が自由と簡単でしょ。自由民権運動の人たちを中心に板垣退助新聞も自由新聞。結構過激、急進とあるけどね、物事を大きく改定形えていけ政府に物を強く要求していきます。フランス流自由主義的な。そして今度はイギリス流でこのフランス流ほど過激ではない。これが大隈重信。大隈っていうのは。 ちょっと前まで政府の中にいいいまままししたた明治14年のの政政政権でで府府から追い出されるまでは政府の中にいましたそこで、まあ、どっちかっていうと政府にも近いかなこの自由党と比べるというのが大國益茂伸立憲改進党で、まあ、支持層もどちらかというと額、まあの,のある人インテリとかね都市に住んでる人とかが多かったりするような形で、まあ、政府の意見も分かるけどでもこの自由民権運動の意見も分かったりして的な感じで間だろうかということが多かったですね。その自由民権運動の 自由党と、まあ、政府系の人たちの間的なことを言ったりしていることも多かったこれが立憲改進と郵便法置新聞イギリス流で福沢諭吉なんかの考え方と近いそしてこれがどのみち政府を攻撃するまあその度合いは違ってもねいうのに対して政府の味方政党ですね保守的政府系これが立憲帝政党福次元一郎という人物を中心に機関士、まあ、機関士というのは その自分たたちの主張をしたりする新聞ね自由新聞とかに対してこっちは東京日日新聞この時代はテレビもラジオもないですから新聞が、まあ、いわゆるマスコミの中心でね自分たちの主張をするのもこの新聞が中心ではありましたそしてこういった政党が次々と作られる一方で市議憲法ですね私に今度は模擬試験の「員という字を書いて「市議憲法」政党などが民間で作ったこれ憲法の試案。 どういうういことかとか結局憲法は、まあ、伊藤博文中心に政府が作りますが民間でこんな憲法にすべきだというのが例えば東洋大日本国国憲案これ自由統計の上森かなり国民の自由を強く認めようなんていうふうなものがあったりあるいは市議憲法案というのも市議憲法の一つなんですけど主義憲法の,具体,例の具体的な名前として市議憲法案。 これは福沢諭吉系とありますけど、まあ、その仲間たちでこれ「好循者」というグループを作ってたんですがその好循者が作った主義憲法案ですねさまざまこういう憲法にしようということを発表して。 ただ政府はそのどれを選ぶとかではなくてまた別に独自に伊藤博文はドイツに留学しそしてね帰ってきてそのドイツ流のの憲憲法法ををとに日本の憲法を作り上げていくといくうことになりますこれらは民間ねその政府とは違ってその政府を攻撃する側の立場の人を中心にどういうことをやっていたかといったそんな話になっていきます。 はい。そして実際、憲法制定の準備をしていくことになりますね。あります。憲法制定の準備、この政府の中心、伊藤博文ですね。その伊藤がヨーロッパに行き、まあ国内では主義憲法をこんな風に作ったらどうですか？憲法なんていうのがたくさん作られたりしたけど、実際に伊藤博文がヨーロッパに行って、ベルリン大学グナイストからウィーン大学主体ね。こんなところに学んで、プロイセン憲法を学んできます。プロイセン憲法と言いますが、いわゆるドイツ憲法と。 いうふうになるやつですねまあ、プロシア憲法プロイセン憲法ドイツ憲法どれでもいいですポイントはドイツ流のものを取り入れたということちょっと前の政党のところでさフランス流とかイギリス流とかそういうものがありましたけどドイツ流の憲法がここで取り入れられたということは結構大きなポイント簡単に言うとね文化史なんかでもちょっと出てくるんですけどこのドイツ流ヨーロッパでフランスイギリスが先に進んでたそれに追いつこうとドイツという国がしていた 国家家主主義義なんて言うんてだけどね国家主義、まあ、国民一人一人の権利よりも国家というものを重視する国権論国に権利とかいてねなんて言ったりもするそんな国家主義的な。 ドイツ憲法プロイセン憲法、まあ、プロイセンというのはドイツの一地方の名前なんですけどもなんていうのを学んだベルリン大学グナイスとどっちかどっちってごっちゃんなんだよねウィーン大学シュタインねなんていう形でこのベルリン大学グナイスとウィーン大学シュタインの下で学びドイツ流の憲法を学んで帰ってきて日本はドイツ流の憲法になるというのをちょっと押さえてほしいでですそしてあとはこののね貴族院っていうのができるんです。 まあ憲法のところでちゃんとお話をしますが今現在は日本国憲法上衆議院と参議院院とと参いうのがありますねだけどこの後とできる明治以降の憲法では明治時代にできた憲法ではこれ衆議院と貴族院まあ簡単に言ったら貴族たちから選ばれる的なものなんだけど貴族っていうのはこの頃ほら家族士族平民ってあったあの家族とかがそのメイン他にもありますけどね。で家族ってもともとさ 江戸時代のお大名様とかすげえ身分の高い貴族とかそれぐらいだったわけだけどちょっとそのね何身分の高かったお代名様,様とかだけにね家族院議員貴族院議員ってその家族としてね国会議員にするばっかりだとなんか江戸時代に政治が戻っちゃうかもしれないじゃないですかだからもう新しい近代的な政治とかを学んだ人とかを家族の中に増やしたいわけですよね、家族の中に増やしたいところが家族全体の人数を増やしたいけれどももう あなたも家族ねあなたも家族ねって言ったら今まで家族だった人がへそ曲げちゃうわけだよあんだよね俺らだけが家族だったなんだあいつらも家族かよみたいななんか一緒にされたら嫌だなみたいなそこで「公公博士団」「公爵公爵伯爵子爵男爵なんて五尺の爵位を作りました。わかかる身分の高い方に公爵とかね 下っ端は男爵まあイメージ的には今まで身分高かったようなところの家族だった人俺は公爵だぜみたいなねあいつはなんか男爵かも芋見てるなみたいなねあいつと俺ちょっと違えぜみたいな今まで家族だった人も文句言わないような中で家族全体の人数を増やしたいんです新しくこうい作ってね新しい家族を作りでその中から貴族院議員というのを選ぶだねポイントは決まってんだよ この家族例っていうのは、まあ、家族とかを増やすんだけど目的は貴族院議員の準備なんですね。貴族院の準備なんですねということでセットで「貴族院の準備で家族例」なんていうふうに押さえてくれれば OK 憲法なんかの準備を一方でね国会を作る準備を政府にもうあてこで言ってくる人もいるけど一方で伊藤博文は82年から84年にかけてこういうことをやり翌85年についに内閣制度が出来上がる。 いうふうに繋がっていきますはいそれでは最後練習見ていくことにしましょうまい、あ、りますえ政党の結成とありますね政党として板垣退助がなんとかを大隈重信がなんとかをとありますから板垣退助のところで自由党ね、それから大隈重信なんかが板垣の自由党とはまた別に立憲 最新党というものを作りましたね立憲会新党というものを結成ですその後政府は福地源一郎なんかを中心に保守的なまあ、政府の味方的な政党ということでなんとかを結成これが立憲帝政党政党が最初にこうやって3つできたんだと 立憲、定政党を結成させた、ね、いう話になりますそれから植木絵盛などの手によって民間の市議憲法である何とかが盛んに作られた、まあ、植木絵盛なんかが東洋大日本国国権案とかね長い名前のやつを作ったりしたこれらを総称して「市議憲法私」という字に模擬試験の「義を書いて「市議」って変に疑うですね「市議憲法」。 そのたくさん作られた憲法思案ってやつをまとめて主義憲法と言いましたそれからその下伊藤博文は通して誰々やシュタインのもとでドイツ式プロイセン憲法っていうのを学んで帰ってきましたこれがグナイスと何大学の人だっけベルリン大学グナイスとそれからシュタインはウィーンって感じですねウィーン大学シュタインとベルリン大学グナイスとそれぞれに学んだ ドイツ憲法両方ドイツ憲法ですからねイイもグナイトもグスドイツ人ですそして、まあ、貴族院創設の準備として何かが作られた貴族院を作る準備ということで家族例家族の家はもちろん家じゃないからファミリーじゃないからねその家族というシステムを新しく構成ねまたし直して人数を増やしていこうとそして貴族院議員を作る準備をしていこうということになりました。 はいということで憲法の制定のスタートラインと言いまますかねやってきましたこの後内閣できて憲法できて国会できてというふうにつながっていくんですがまずはそのスタートライン1885年に内閣制度ができる前の話というところでね政党の結成と憲法の準備というのを捉えるようにしてみてください。